おはようございます。2月15日火曜日朝6時37分です。寒っ。今朝はものすごくいい天気ですね。ただ放射冷却の影響で非常に寒い朝を迎えております。こっち少し雲ありますね。で、今日撮影に使っているカメラですが α7S3 にレンズが G マスターレンズ 14mmF1.8、そしてマイクはゼンハイザーの MKE200 を使っています。さあ、中入って、コーヒー飲もう。それでは温かいモーニングコーヒーいただきます。まあ、中はいつもと同じバリスタです。いただきます。うん。うまい。昨日は2月14日バレンタインデーだったんですが、男性陣の皆さんチョコレートゲットできたでしょうか。僕はですね、まあ、普段からあんまりチョコレートを食べないというか、まあ、全く食べないわけじゃないんですけど、基本的にあんまり甘いもの食べないので、まあ、そのことを知っている女性陣からは、毎年のように、ほんのちょっとなんですけどチョコレートに関したもの、チョコレートじゃなくてチョコレートに関したものをなんかいただいたりすることあるんですけど、昨日奥さんからいただいたのはこれでした。わかりますか？ミスドのオールドファッションのこうチョコレートのついたチョコファッションかな？チョコファッションです。いやーうまそう。で、昨日もう一つね、ちょっと別のもの、期間限定だったと思うんですけど、別のドーナツ、もらって、それは昨日食べたんですけど、今日はこれ朝、朝食用ということで今からいただきます。甘いものあんまり食べないと言いながら、結構ドーナツは結構好きなんですよね。いただきます。うん、うまい。ただやっぱちょっと甘い。昨日 YouTube にアップした DJI のミニ2の空撮映像見ていただけたでしょうか。もしまだ見ていらっしゃらない方いらっしゃいましたら、ぜひねご覧ください。そしてコメント等で感想等を、書いていただけると非常に嬉しいです。まあ僕の感想としては、もう映像的には、もう画質的にはもう文句ないですね。まあもちろんこの携帯性も非常に大事なんですけど、やっぱりね、基本的に映像自体が綺麗じゃないと使う気になれないっていうのはあるんですが、この軽量コンパクトさに加えて、もうあれだけの映像がこう映せるっていうことが確認できたので、これからどんどん使っていきたいと思います。で、今日も天気良さそうなので、まあ昨日ほどは飛ばさないかと思うんですが、Bロール的な使い方でまた少し今日飛ばしてこようかなと思っています。そしてもう一つ、こいつ、これ GoPro のヒーロー10なんですけど、先日ね紹介したこの GoPro の新しいバッテリーですね。エンデュロバッテリー、これ一応こう寒さに強いバッテリーってことなんですけど、いまいちね自分の中でも評価がよく分かんなくて、まあ基本的にあんまりこう寒いところで使わないので、まあどれだけ効果があるか分かんないんですけど、ただ感覚的には今までの標準バッテリーよりは少し長く撮影できてるんじゃないかなと思いました。まあ、今日は、この GoPro Hero 10と、あとこの DJI Mini 2、この2つを車に乗せて、まあ、仕事の合間、少しだけですが撮影できたらと思います。たまにドローンを飛ばしに来る河川敷にやってきました。今日天気いいですね。向こうにちらっと見えてるの屋島です。風はほぼ無風状態ですね。まあ1メーターあるかないかぐらい。で、今日これ DJI のミニ2持ってきました。今から少しだけドローン飛ばせます。まあ、とにかくこの GoPro のケース、このケースがねめっちゃ優秀です。こうミニ2用に合わせて作ったのかと思うぐらいぴったりサイズ。それでは準備完了したので早速飛ばしましょう。
ライト終了です。いやー、やっぱりドローン飛ばすの楽しいですね。昼前ぐらいからめちゃめちゃ忙しかったんですけど、ようやく落ち着きました。で、現在時刻が午後3時半を回ったところです。ちょっと休憩ということでコーヒータイム行ってきます。いつものマックです。昼ぐらいからめちゃめちゃ風が出てきました。モバイルオーダーでコーヒーホットの S 追加。ちょっと小腹空いたんでアップルパイにします。アップルパイ追加。だけだな。いただきます。熱っ。アップルパイいただきます。うん、熱々。うまっ。ごちそうさまでした。美味しゅうございました。おー、風が強い。さあ、まだもう少し仕事が残っているので行ってきます。